見れば見るほどです。会いたくて会いたくて震える君を思うほど遠く感じてもう一度聞かせて、はい、流れておりますこの曲は西野香菜ちゃんですね、はい、会いたくて会いたくて、なんでかというのはもう分かっていただけると思いますが、竹の子きのこさんからもいただいております。ピンピンダラリンさんからも、シャットアウトさんからもいただきました。野茂のフォークさん、主婦山修復子さん、生吉飲み放題さん、シベリアンスタローンさんからもいただいておりまして、はい、そしてまたリクエストの方もこちら勝秀幸さんをはじめとして、西野かなさん三重高校出身と、あ、いうことでございますから、じゃあ喜んでるでしょう。当然そういうことになってくるんではないかなということですよね。はい、はい、その他ガマゴジンさんからも会いたくて会いたくて、うん、バックダウンね、このいろいろとこう書いていただいております。Go for it とかね、カッパ、はいはい、カッパのマー君さんからもやっぱり、あ、西野カナさんで、効果性、読書してほしいですね、ということで、まあ、読書みんなで歌いますからね、そうですね。うん、でもね、西野カナちゃんも歌った歌なんだ、いうことでしょうね。そういうことですね、うん。コンピューターのピュー太郎さん、高校野球もいよいよ本日が決勝戦となりました。なんと地元三重高校が、その決勝の舞台に登場するんですから、嬉しいではないですか。三重県、三重代表、どちらかというと、甲子園では、目立った活躍ができず、早い時期に敗退することがほとんどだったんですが、今回はあれよあれよという間に決勝戦となりました。三重県代表として夏の大会は昭和30年第37回大会四日市高校以来59年ぶり決勝進出ということで、その時は四日市高校が見事優勝しましたが、今回は果たしてどういうことになるんでしょうか。試合は午後1時から行われますが、仕事が手につきそうもありません。試合が楽しみでもあり不安でもあり、とにかく両校とも悔いの残らない試合を期待しております。マダマゼル和田愛さんね、え重森アナウンサーの母校四日市高校が全国制覇して以来のことでありまして、重森アナウンサーここに出てくるんですね三重出身、ね、こうやって見ると四日市高校というのは健全な人と不健全な人がいる、どっちが健全でどっちが不健全、あの一人だけ重森アナウンサーが不健全あとはみんな健全な子ばっかりです、ね、そうですか、はい、そうなんだ、そうです、うそうか、はい、動物基礎天ぷらさん、三重高校は日本文理に1点もやらない野球で完勝といった感じ。大阪桐蔭は15対9の打撃戦を制して、まあ、勝ち方が違うというね、そういったチームの激突となります。僕としてはどちらが勝ってもいいけれども、できたら三重高校に勝ってほしいと、うん、勝っても負けても青春の1ページを彩ることになると思います。夜明けのジュピターさんからもいただいております。この地方からは久々の決勝戦、県は違っても CBC 放送エリアの三重高校に分かってほしい、頑張れ三重。ところで今日の午後スマの小高さんのニュースの時間はこの勝敗の結果をおそらくいうことでしょうね。どうでしょうね。顔がほころんだ小高さんの顔を見たいですという。そうですね。お伝えできるといいんですけど。午後スマあたり、はい、ね、ケンママさんやりました三重高校ついに決勝、それにしてもピッチャーの今井くん、自分のことよりキャッチャーの子を信頼しているから信じて投げました。なかなかこれ言えないことですよ。きっと一生の友になるんだと思います。決勝戦も全力で頑張って優勝してくれると信じております。頑張れ三重高校、応援しております。高円さんからもいただいております。甲子園で勝ち進む彼らの姿を見て感動、熱い声援を送っているうちに自分の中にぐんぐん郷土愛が育ってきているのを感じます。この方は鈴鹿の方ですもんね。郷土愛が育ってきたことを感じます。しかももしかしたら自分は三重高校の出身じゃなかっただろうかという母校愛まで芽生えてきた。自分の母校みたいな気持ちになっちゃって、はい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 ね、そんな気がしてきたみたいな、そんな気がしてきたいう。わかるわかる、応援してるうちにね、そういうこと、もう自分の学校みたいになっちゃうのね、はい、そういうことですよ、はい、三重高校野球部の皆さん頑張ってくださいよ。夏の甲子園さんからいただいております。波乱の予感そのままに有力候補たちの初戦敗退があり、大逆転劇あり、超スローボールあり、おや、ちょっと待って、曲が変わりましたけど、これ何、曲が変わりましたですね、あ、
これはですね、はい、Y 亀吉さん、中尾美恵さんの可愛いベイビー。中尾美恵さんも三重出身、三重高校出身ですか？違います、三重というだけです。三重県のコマーシャルやってました一時期ね、中尾美恵ですって三重、そう人魚みたいなやつでペラ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 やってました、はいはい、伊勢海老の格好もしてましたよ、ね、伊勢海老もやってました、はいはいはい、でこの間も三重県というのは関東、あのいわゆる、ね、関東関西、はい、いわゆるその関、ごめんなさい、関西か、うん、そうでないのか、うん、というのをやってました。三重県が、でその時に中尾美恵さんのところにインタビューに行ってました、うん、だから私コマーシャルやっただけで分かりませんって言ってましただって三重なだけだもん、三重なだけはい、というような中尾美恵さんの曲は、その他ガッツ一物さんからもいただいております、小高友人さんからもやっぱりいただいておりました、はい、から三河みどりさんもリクエストがありました、うん、話が途中になりましたけれども、はい、夏の広辞苑、夏の広辞苑とか分厚いな、分厚い夏の広辞苑ね、はい、うん、この方ですけれども、まあ超スローボールありとバリエーション豊かな話題が次々にね、今年は出ましたですね、高校野球なんか盛り上がりましたよね、はい、いろんな意味で本当です、はい、早くも大会は大詰めに近づいてきております、打球を予想して先回りできる優秀な外野手が3人揃っているチームの多くが勝者になっているような気がいたしますということ、ね、この方はやっぱり打つということも大事でしょうけども、守備なんかみんな見事にやってますね、はい、ということですね。おかずのパパさん、今大会は第96回、69の逆ということもあってか、こっちが勝つのではと私が思ったところがことごとく負けています。この人予想したのね、はいはい、龍谷ね、大平安から始まり広陵、沖縄尚学、東海大相模ね、木俣さん状態です私は僕が勝つ言うたとかは全て負けていると、はい、はい、で相手は大阪桐蔭、強打のね、うん、鶴ヶ気比に勝ち打ち勝ったんですよね、はい、力でねじ伏せてと、はい、うん、ということは、でこの方は今回この決勝見えた大阪桐蔭をどのように予想されてるんですか、はいはい、このおかずのパパさんは、はい、大阪桐蔭が優勝すると思いますそれ本心から言ってる、だから木場田さん状態やから、この人はだからほらそうやって言ってるけど、はいはい、本心で思ってるのか、はいはい、思ってないかが重要なのか、はい、言霊いうのがありますけど、はい、言葉にしたことが重要なのか、はいはい、どっち、それは私の友達がパチンコをやってて私も隣でやってた時です、うん、そいつがですね、うん、あのね、あの私がガーッと売ってる時にですね、はい、あの結構 入ったんですよ、坪井さん、はい、はいはい、よう入ってるなって、無心で売ってるからなって俺が言ったんです、無心で売ってる、はい、心はね、あ、そうそう、はい、ニュートラル、儲けようと思って売っとってはあかん、うん、無心で売ってんねやって今、うん、したら分かったってクワーって言ったけど、全然入れへんないか全然入れへんないかって言っておりました、はいはい、お前無心になってんのか、はい、無心になったら儲かると思って無心にでそれがもう無心と違うぞと言ったことがありました、はいはい、ねね、それと同じようにどうその小高さんの疑問はそういうことでしょ、そういうことです、おかずのパパさんは大阪桐蔭が優勝します、うん、とこの人は言ってますが、はい、どうな どうない心の中は、心の中は今までこの人たち広陵が心の底から勝つと思ったでしょう、はい、東海大相模も心の底から勝つと思ったでしょう、はい、大阪桐蔭は本当に心の底から勝つと思ってるんですかということや、いうことね、はい、そういうことで、まあその結果はですね、はいはい、勝敗で分かる、分かりますね、ごぼうすま見てたらね、はい、えらい責任重大になりましたおかずのパパさん畳さん、大阪桐蔭は強いですが勝負はやってみないと分かりません、どちらにしろ歴史的な一日になりそうです、そうです、今回の甲子園はだって、うん、いわゆるあのそういった予想される強豪がことごとくポン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 って負けたっていう特徴もありますので、はいはい、うん、その系譜からいくと分かんないですよ、そういうこと、うん、パセリちゃんのママさんは小牧の方ですが三重高校に元気もらってます、ありがとう、明日は優勝してって昨日いただいたんでね、はい、明日は優勝して三重高頑張ってくださいよ、ペルセウスさんは三重県の方です、23年間大阪に住み大阪を第二のふるさとと思い今は三重にいる私としてはどうしたらええでしょう高校野球そういう時ある ね、はい、津の方ですからね、今はね、はい、はあ、まあ、また先状態、ね、それこの方はあの
あの男の人ですからそうでしょうけども、はい、私はこのチームを応援するけど相手チームのピッチャーいい男だしそういうまた先状態のも女子の場合はね、女子の場合は聞きますね、はい、それも悩むんだよね、悩みますもんね、はいはい、まだまだたくさんのお便りをいただいております。地元というだけあって本当に皆さん方のお便りいろいろ熱がこもっております。